ナーをね、買ってみたんで、ちょっとデュエルをプレイしていこうと思います。で、初戦は、ウォーデンさんですね。このキャラ、どんなキャラだったっけな？なんかストーリーの最初に出てきたキャラだったのは覚えてんだけど、まあ、自分では使ってないんで、ね。まあ、スタンダードなキャラなのかな？スト2でいうところの竜みたいな感じですかね。で、私が使ってるのはね、このなぎなた武器にしている、なんか女性の方なんですけども。まあなんかね、このなぎなたに毒が塗ってあってね、この毒で相手を倒すっていうキャラですね。これ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 、この紫色の、武器が紫色に光った時はね、毒の効果を相手に与えることができて、これね、これ。さあ相手一定時間ね、ライフが減っていくんです。なんで、このね、毒で相手を倒していくっていうコンセプトのキャラですね。あと、なぎなたなんでね、縦の範囲が広くて、必殺技を当てていく。縦の範囲が広いんでね、相手の周りの外からチクチクついていくっていうようなコンセプトのキャラです。さあ、続いて、第2ラウンド。結構ね、この対戦フィールドもなかなか面白いところが多くてね、この辺とかね、相手を突き落とせるんだよね。で、突き落としたらもう一瞬で勝ちっていう、結構クソゲーにもなりやすいんだけど、そこはまあ面白い。この相手、動きが結構速いぞ。おっ、近距離型なのか。すげえ速い。このね、崩しが強いよね。投げがね、わからないんだよ。投げ抜けもできるらしいんだけどね。見てから反応はできないんでね。予想でやってみましょう。おっと、相手を落としてしまったが、ちょっとね、申し訳ないが、今のは、まあ、しょうがない。こうやって投げ入れた時にね、相手を、まあ、崖の下に落とすことができてね、それ一撃で終わっちゃう。まあ、どうしても勝てない相手は、こういうの狙ってみるといいかもしれない。で、崖のね、ちょっと崖に落としてしまったんで、相手すごい怒ってると思うんだけどね。申し訳ないが、これはもう真剣勝負なんでね、仕方がないでしょう。で、毒好きを当てていく。やっぱ相手の動きが早いんだけど、リーチはそんなにないのかな。周りは普通かな。いででででで。この、この薙からの攻撃ラッシュが結構きつい。さて、毒を与えたぞ。お互いあと一撃圏内か。ちょっとこれはもう本気を出すしかない。下がって、もう一回下がって、おっと、やられてしまう。まあ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 。たまにはね、相手に花を持たせてあげたいんでね。やられたふりをしてね、次、ボコボコにしてあげましょう。ラウンド4。このキャラのね、セットプレイがあってね、強攻撃、投げ、毒好きっていうのがね、強いんだよね。これね、強攻撃ガードされた後でも、これね、当たらなくてもその後に蹴りが入るんですよ。蹴りっていうのはガードができない。だから相手はね、基本的にはもうステップで避けるしかなくて、ガードをしようと思ってもできないんでね、蹴りを当たってしまうと。で、蹴りの後の毒好きがね、確定で入るんで、この蹴りの後のこれね、これが強いですね。わからない相手はね、ステップすればいいんですけど、わかんないやつはもう毎回食らってしまう。まあ、俗に言う、わからん殺しっていうやつですね。で、この相手はおそらく避け方わかってないんで、この強攻撃、蹴りからの毒好きっていうのね、毎回食らってしまったと。さて、続いて対戦相手、これコンカラーかな。ストーリーの最初の方に出てきたキャラです。自分では、まあ一切使ってない。どんなキャラかわかんないけど。盾とフレイルを持っているな。なんかスタミナとか削ってきそうな感じですね。おテンション上がってますね、相手。押してまいる。いて、バキッていった、バキッて。蹴りからの毒好き。さあ、早速毒を入れていく。
お、なんか振り回してる。お、痛い。すごい食らった。なんだ、あの技は。あの技はなんだ。あれちょっと危険だな。蹴りからのと。また振り回してる。あれを避けるのは厳しい。いででででで。頭をかち割られる。あんなんで殴られたらひとたまりもないな。蹴り入れて、そして、よし、決まったか。よーし、まあ、この相手もね、受け方が分かってないみたいなんでね、どんどんこの技使ってはめながら倒していこうと思います。さて第2ラウンド、寒そう。冬ステージですね。おっと、ここ後ろ落ちるところじゃないですか。そうだ、忘れてた。これ、このね、隠密コード、これが結構このキャラの肝で、ね、この隠密コードの出始め、無敵時間なんで相手の攻撃を避けることができるんだよね。避けた後にね、突き攻撃できるんだけど、それがね、2発で毒にするっていう。あと蹴りも出したりできるんで、ね、ちょっと機会があれば使っていきたいが、相手の怒涛の攻めがきつい。フリーダム、なんか言ってるが聞き取れないぞ。おっと、車が邪魔くさいな。いでででで、で蹴りから毒汁。さあ、スタミナがなくなってしまった。また振り回してるやつ。あー、いてででででで、やられちゃいましたね。まあね、1戦ぐらいはね、上げてあげますよ。残り2戦はもう必ずいただく。ちょっと本気出していきましょうか。ラウンド3、間欠泉が吹き出ているぞ。これなんか当たったらダメージ受けそうだな。さて、いてててて、意外と範囲が広いのかな。こんからさんよ、刺してくよ。どんどん刺しちゃうよ。おっと、また振り回してる。危ないな。おっと、蹴りが当たんなかったらちょっと危ないね。蹴り外したらちょっと死を見た方がいいか。で、毒を当てていく。そこでスタミナがない。うわ、いてて、おお、なんだなんだ、なんか半分ぐらいライフが減った。間欠泉食らったか。間欠泉を食らってしまった。よし、総攻撃が決まって必殺技が入る。決まりましたね。このキャラね、なんだろうな、強さ的にはどうなんだろうな。中くらいなのか、ちょっと上なのか分かんないけど、間合いしっかり釣ればね、一方的に相手を倒せるんで、結構使いやすいと思うんだよね。みんなもね、どんどん使ってみてください、このキャラ。強攻撃からの蹴りがとにかく強いですね。でね、それ分かってる相手との戦いがさらに熱くなるかもしれない。おー、なんだ、めっちゃ振り回してるじゃないか、やつ。暴れてますね。ねえ、フレイルブンブン丸さん、ちょっとここは冷静になってもらいたいが、相手はもうだいぶ熱くなってますね。では蹴り、おっと、蹴りが入らず、スタミナが、あ、やっぱスタミナ削るキャラですね。一気にスタミナがなくなってしまった。このゲームスタミナないとね、もうどうしようもないんだけどね。相手はあまり攻めてこないです。スタミナないときはもうガン攻めすればね、勝てると思うんですけどね。さあ、毒付きをして、まあこれ毒あと一発だね。危ね。で、毒、お、これはもうあれかな、毒殺圏内ですね。あの白い部分がないんでね、ほっとけば死にます。はい、これで毒殺ですね。まあこのようにね、毒を与えてね、勝手に死んでもらうっていう、
なかなか楽しいキャラなんでね、皆さんも使ってみてください。はい、今日は以上です。